これに対して著者は次のように考えている。すなわち疾病というのは生体の一部のが健康という線から外れた状態であって、それがドンマであってもしびれであっても痛みであってもとにかく病気ということは変わりがないと。それより元をこれを元の健康線まで引き戻せばいいと。勢いその方法はまあどれに対しても同じでいいんだと、非内診でいいんだと。まあ今で言うのは鉛筆芯でもいい、ハペパチでもいいと。そういうことを言ってらっしゃいます。また内臓疾患によって皮膚面に現れる腫瘍の変化はおそらく単一なものであろうと思われると。例えば肺結核とか喘息、肋膜炎とか肋間神経痛、風邪などによって、胸とか背中に現れる圧痛は病気の種類によって形状によってその程度の代償は、あっても現れた位置は違っても圧痛はどこまでも圧痛と、圧痛って抑えて痛いと、変わりがないと。ゆえに痛みにも麻痺にもしびれにも、ともに非内診で良いのではなかろうかと。まあどれに対してとにかく、非内診をやってみると。でこの間顔面の神経麻痺と顔面の神経痛と、いうのをやりましたですね。まあ麻痺といっても筋肉の症状ですけど、もう一つは神経痛で痛みですよね。どっちでも非内診をやる、まあ鉛筆芯をやると、それでいいんだと言われてます。まあ、もし万が一、もうちょっと強い刺激がいい場合でも弱い刺激から入っていれば後で強い刺激やればいいわけですから、その段取りはいいんじゃないかと思います。逆に強い刺激を与えたことによって、患者さんが悪くなったと、辛くなった、これよくあることなんです。あんま言われませんけどね。治療科仲間でこの話をすると、そういえば患者さんなんかあと辛そうだったとかですね、自分自身にこう痛いからこれちょっと針やってみようと思って、例えばやってもらったらですね、なんかかえって辛くなって動けなくなったとかですね、私もあります。もう腰が痛くて痛くてしょうがないからちょっと指圧かなんかやってもらおうと思ってうつ伏せに寝て指圧やってもらったらですね、30分したらそのベッドから起き上がれなくなったんですね。よくこういうことあるんです。あんま言わないんですね。やっぱ失敗したことを言うと恥ずかしいんでしょうね。で、清潔治療研究会っていうのは面白い連中が集まってましてね、もうそういうことを平気でやっぱこう言い合うんですね。そうそう、この間俺もやったけど自分でこうやったら腰が立たなくなってもう痛くてしょうがなかったとかね。で患者さんをどうですかって言ったらね、なんかやけに痛そうな顔してると、あれきっと悪くなったんだなと、ああそれじゃあこっち側やったらと、今度はどうですかって、いや先生良くなったと、良くなったって言われたということは前悪かったわけですよね。そういうことよくあるんですね。聞かないから分からない。で仲間内でもそんな話しないからまた同じ失敗繰り返すんですね。だから一人が失敗したことをみんなの前で発表してくれると、もうみんなは失敗しないでいいわけですから、まあ研究会では多いそういう失敗談を話すわけですね。どこまで行きましたかね。ただシーソー現象理論に基づいて、反対現象のある部位に強刺激を与えてバランスを整えるということが大きな手がかりになると、まあ、これは皆さん今まで何回もお聞きになって分かりになってるかもしれませんけど、シーソー現象ですね。例え、これとこれが同じかも。あ、これとこれが大体同じです。これ大きすぎます。人間の体っていうのはですね、お茶が真ん中としたら右と左のバランスが取れてると、これ痛いとしますよね。これも痛いとしますよね。両方とも痛かった時には痛いと感じないですよね。片方だけ痛い時にだけ痛いと感じる。だどうしたらいいか、これには2つの方法がある。一つはこの痛みに対して、ハペパチとか鉛筆芯をペタッと貼ります。この痛みが軽くなりますから、あ、楽になったというのがあります。でもう一つがシーソー法といって、この痛みに対してちょうど反対側に同じ痛みを与えるわけですね。そうするとこっちも痛いこっちも痛いでバランスが取れると、こういうこと、これがシーソー法と。で今日も先ほどこれをやりました。腰痛がある患者さんで、その患者さんは、内臓も悪いから腎臓の治療をやったりとかですね、すると腰が楽になった。
半分以上楽になったんだけど、やっぱり先生こう曲げたら痛いんだと。でどこです？いやここでこうした、ここ痛いんですよと。でそういう場合はもう腰に治療した方がいいんですよね。圧点、圧痛点、圧伸点、押さえて痛いところあるわけですから、でそれがここなわけですよね。でこっちにはアペパッチピタッと貼ってあって、ちょっと待ってくださいね、こっちだけ治療したら半分ちょっとぐらい良くなったかななんですね。でまだバランスが取れてない、こっち側に針をポンポンって言ってピッとこう打ってやる、ね、そうするとピッとこう痛みがなくなると。そういうシーソー法、右と左のバランスを取ってやる、そういうことをやればいいんですね。で、針がないって言ったらもうこれでもいいですよ。吸い玉をギャーッとかけてピッと取るんですね。それだけでも強刺激になりますので、どうしてもなんか痛いと言われるとこう痛いところばっかりこうやるわけですね。痛いところはもうストレスがあるわけですから、ストレスがあるところにもっとストレスかけたらどうなるかですよね。なんかやった時はなんかわからないような気がしますけど、やっぱり痛くてしょうがない。でその時は痛い方は触らないわけですね。で痛くない、これの反対側、例えばこれが背骨としたら、反対側にギャーッとつけてパッとこうギャーッと最後まで上げたらピュッとこう外してやる。これ 2,3 回やって、刺激のバランスがこう取れてきた時に、あ、なんかこっち側も少し楽になったなと、こういう風になります。もういよいよ何もない時はですね、ハサミでも何でもいいですよ。 あんまり尖ってるとザクザク刺さりますから、もうハサミとかですね、釘とかですね、切りだとまた刺さるといけません。釘ぐらいのんでこうツン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 ついてあるんですね。爪楊枝いいですよ、刺して。それで十分バランス取れます。要はバランスが取れればいいわけですから、これがシーソー現象理論ですね。なお各項目、各論のところで説明しきれない箇所があるので、まあ、今から補足をしてみましょうと。で帰られて前のプリントなり、この非内心法の本があれば、もう一度これを見ながら読み直してみてください。で第5章と5章の腰痛、6章の座骨神経痛のところで腱反射について、この赤羽先生はお話をされているんですね。この腱反射こそ診断および治療上最も重要であると。腱反射は普通の方法で良いが、室外腱の外側、アキレス腱と室外上部の3箇所へ行うもので、まあよくありますよね。この辺をこうトンと叩いたらピクンとこうなりますよね。それとかアキレス腱もこうトンとやるとピクッとこうなるわけですね。これを腱反射って言ってるわけですね。剣を叩いてポーンとこうなると、普通なるんですよ。普通ちょっとぐらい叩いたらピョッとこう伸びる。ちょっとやってみましょうかね。こうやってこう足をこう組ん でここの石をトンとこう打ったとこうなりますでしょ。これぐらいは普通なんですね。これがちょっとやっただけでベーガーンとなるっていうのは異常だということですね。これは剣反射。アキレス腱もそうです。アキレス腱もトンとやるとビクンとなります。でまあ、これが腱反射っていうんですけど、健康体や脳脊髄に関係がないもの、まあ、まともなというか病気してないというかですね、普通な人は、室外骨ですから膝のお皿の下のくぼんなところを叩いて少し反射するぐらいであるが、これが極端に飛び出ることがバーッと足がね、著しいのは室外上やアキレス腱にも現れることがある。これらはいずれも脳か脊髄に異常のあることを意味するものであると。わかりました？これはもう誰が知っててもいい。家庭の主婦でも誰、ちょっと一回やってみましょうか。少し椅子引いてですね、こう足をこう組んでください。自分で組んだ方がやりやすいですから。でこの膝のお皿がありますよね。お皿のちょいと下のところにへこんでるところがあるんですけど、ここにこうなんかブニョブニョっとしたところがありますよね。そのブニョブニョっとしたところを指先でもなんか原骨でもいいからトンとこう叩いてみてください。トンとトンと、おら、動いたでしょ。動かなかったらまたおかしいですけどね。でもちょんと叩いたのにボーンとこう上がったり、軽くしか叩いてないのにボンと、それから撫でたぐらいでもうんと、それから腱反射後伸って言って脳とかこの脊髄にですね、
おかしなことになってしまったというのが分かるわけです。これでね、はい、いいですよ。また、こっち向いてくださいね。脳に関係あるものは、小は不眠症とかですね、神経衰弱から、大は脳一血から、精神異常まである。脊髄関係はカリエス、脊髄カリエスですね。それから脊髄炎、重症のヘルニアなどがあると。普通の腰痛や座骨神経の痛み、には腱反射の異常行進はないと。自覚的には腰痛や座骨神経痛でも、それが腱反射が顕著に更新しておれば、まず脊髄性の疾患であろうと考えなきゃいけない。脊髄カリエスなんか昔多かったですから、それをほったらかしにして単純に腰痛だろうというふうなことで判断してはいけないと。これがですね、いろんなこの反射を調べるのがあるんですね。足の裏を撫でたりとかすると指がビュッとこう開いたりとか、そういうのもあります。もうほとんど僕忘れました。もうどれがどれだったか、覚えてる？腱反射覚えてる？そっちの先生はまだ覚えてるでしょこの間ねやったばっかりですからね。ありましたよね、なんかね、いくつかね。で、最近よく思うのは、清潔白をして指をこう触ろうとするとわっとこう反射があるんですね。で、本人は何も自覚がないんですよ。で、患者さんにこう触ろうとするとですね、パッとこう指が勝手に動くんです、患者さんの指が。で、最初はあれ、なんでこんなか、やりにくいな、この患者さんはね、俺が触ろうとするとふっと指動かすしと思ってたんですけど、で、もう十何年か前、うちおふくろが脳卒中で倒れましてね。で、その後清潔白をやろうと、軽いものだったんですけど、そうするとね、それと同じじゃん、親指がギュッとこう反ったりするんですね。で、僕がこう治療しようとするとね、私の手をですね、その親指をギュッギュッてやるわけです。あ、これか、これだったのかと。本人は全く気づいてなくても、その、脳下脊髄なんかあるとこの反射が起きてるみたいですね。で、患者さんにこう毎回聞くんですよ、こうやってるんですけど指動かしてますか、いいえ、こう言われるわけですよね。反対側やると全然平気ですから、あ、これはもう何かやってるんだなと。でも年がもう60、70だったらですね、もう大体 2,3 箇所はやってますの で場所によってその症状として現れるか、ね、現れないかの違いだけであってですね。だから、あ、そういうことなんですねって、こう初回の時これ話すとですね、あんまりいいことないですね。 3,4 回通ってこられたところで、もうな、3回目になりますけど、これは指こうやるとこう動くでしょうと。動いてるんですか、こんな話なんですね。で、動くっていうのは大体こう、こっちの方か、こっちの、なんかこっちの真ん中あたりやってますから、これも注意した方がいいですよと。で、もう私もその怪我あります。親が両方とも脳卒中やってますから。で、DHA 作ってね、私も自分で飲んでるわけですね。だもう予防そろそろした方がいいんじゃないですかと、こういう話をするんですね。大体この間から分かったのはですね、首から上の病気や症状は DHA よく効くんですね。で、首から下はね、アミノ酸取らせてると意外といいんですね。もう大まかによくわからないっていう時はですね、もうやってみてください。こういうふうにですね、慎重に脊髄性の疾患であろうと一応疑ってかからなきゃいけないと。このような場合、患者さんの陽性があっても末梢部に、お灸、ね、お灸ってはこの場合は洗面灸じゃないですよ、普通の熱いお灸ですよね。熱いお灸とか痛い針、痛いですね、ザクザクやるようなこう太い針ザクザクやったりとかですね、あんまりしない方がいいと。これらには温泉療法もなるべく避けた方がいいと。末端に行う治療よりも温泉みたいですね、この赤羽先生が、経験された。ちょっと裏側を見てくださいね。で、ここで失敗した実例っていうのが出てくるんですね。治療の本見てて、この失敗した例っていうのが出てこなかったら、あんまり役に立たないんです。どんな素晴らしい治療家でもですね、一例も失敗してないっていうのはですね、ないと思いますよ。必ず失敗してると思います。で、その失敗によって、ああこうしなきゃいけないんだなっていうのがあるはずなんですね。それをきちっと分かってる人、最初に言いましたけど、失敗してもそれを失敗したと
分かってない人もいるわけですね。ほぼ治療前の症状の確認をして治療しました。その後に患者さんに尋ねます。悪くなってませんか。先生悪くなりましたと、まあ、失敗してるわけですよね。あれやっちまったかと。じゃあちょっと次の治療しましょう。これやりました。どうです。あ、さっきの良くなりました。ああそうか。じゃあこの症状に対してこれやったらこんなに悪くなるんだなと分かるわけですよね。で、これはもう何でもこんなこと分かってくると、あ、これは若い先生たちに伝えなきゃいけないなと、良心的な人だったらみんな思うわけです。だからいい本、まともな本、これはもう読んで、自分の座右の銘にした方がいいなと思う本にはこの失敗例っていうのは書いてあるはずですよ。書いてないっていうのはもうありえない。でよく本屋さん行って健康本のとこを見てください。もう失敗した例なんか一例も書いてませんから。もう全部良くなった、あれで良くなった、これを飲んだら良くなった、ここのツボをしたら良くなった、なんとかバンドを巻いたら良くなったとかですね、これを買ってください、これを買ったら全部良くなりますとかですね、で温熱療法のこれをパカッとやったらもうがんも治ったとかですね、治ったことばっかり書いてあるんですね。あんなのもあんまり信用しない方がいいです。で医学書の方に行ってみてください。中にはですね、これ言っちゃいけないと、禁忌例とかですね、失敗例、その書いた人の失敗例なんか書いてあることがあります。でこういうことを書ける人っていうのは相当症例積んでる、しかも善良な優良な、良識ある人だというふうに判断して僕はいいと思うんです。だから私がこの本をですね、もうこの針灸の免許を取ってもう30年も40年もいまだにこうやって勉強してるっていうのはこういうこと書いてあるからですね。浅見先生の本もですね、これはもう読み込んでいこうと思ったのはですね、私がやって治らない症例、治らなかった症例って書いてあるんですよ。普通書かんでしょ。自分が命の限り尽くしてこうやった治療で、いやこれと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 これは治らなかった書いてある。後の皆さんやってくださいと、まあ、失敗例もいろいろ書いてありますし、逆にもう思ってもみなかったことで良くなった例も書いてあるんですね。だからこれも浅見先生の21世紀の医学を見てその項目見たと、ね、あ、これはいい本見つけたと思ったわけですね。まあこれもそうです。失敗した例ちょっと読んでみましょうかね。腰抜けになったものを著者は、数百名も見聞きしていると、著者の兄、お兄さんです。まあ身内ですね。身内は厳しいですよ。座骨神経痛の診断のもとに、主治医の勧めによって温泉療養に行った。温泉に入りに行った、ついに腰抜けとなって大正15年から昭和33年まで実に32年間の長い間腰抜けのまんま病床に釘にし続け死亡したと。温めたのがいけなかったわけですね。兄の病気は腰抜けとなって2年後初めて脊髄炎であることが分かったと。前にも述べた通り、脊髄カリエスがレントゲンで発見された時にはすでに第3期であるということから考えて、診断と治療は慎重にしなければならないと。でこれはですね、お兄さんの病気が腰抜けになったと、それから2年経ったところでレントゲン取ったら、脊髄カリエス、これはですね、結核菌が脊髄に入って、それで脊髄カリエスという、まあ、病気になっているわけですね。でもそうなった時にはもう相当、まあ、3期ですからもうよろしくない状態になってしまって、でまあ炎症が起こって、産んだ状態になっているところに、温泉に毎日入ったらどうなるかですよね。産んでるところに入ったらもうずらーちょっといけないでしょう。でこれを結局、まあ、やってしまったということですよね。